医療法人、高須クリニックとは、愛知県名古屋市中村区に本部を置く、医療法人。東京都港区、横浜市西区、名古屋市中区、名古屋市中村区、大阪市北区の5カ所にある、美容整形、美容外科、医療脱毛などの治療を提供するクリニックを、運営している。東京院院長は、高須克次ドイツで学んだ、形成外科の技術がまだ、 日本で導入されていないことを知った高須活次が美容外科に転身した。1976年11月、愛知県名古屋市に高須クリニックが開設された。以降、1979年、大阪府大阪市北区にて高須クリニック大阪院開設。1981年、東京都港区赤坂にて高須クリニック赤坂院開設。1985年、 神奈川県横浜市にて高須クリニック横浜院開設。2015年愛知県名古屋市にて高須クリニック堺院開設。1990年に高須クリニックの会計責任者が保険外の医療収入を少なく申告する手口で8億7000万円を脱税したとして起訴される。高須克児は脱税には関与していなかったがクリニックの代表者として 経理を任せきりにして、脱税に気づかぬ過失があったとして、所得税法違反の量罰規定に問われた。裁判は、量刑と量罰規定の適用について争われたが、1997年に最高裁で有罪が確定。また、刑事罰とは別に厚生省より、異業停止1年間の行政処分を受けた。過去には、国税局に脱税を指摘され20億円の、 重加算税を納付したことを明らかにしている。この20億円の追徴額は、名古屋国税局では、個人としては、史上最高額で2019年現在も記録は、破られていない。2021年11月16日、大村秀明愛知県知事に対するリコール運動の、署名偽造を、リコール活動団体事務局長、田中隆弘からの依頼を受けた。 高須勝次委員長の女性秘書が署名の数が足りない。高須先生は知っていると、グループ会社である高須ホールディングスの一部役員、社員に署名偽造を指示し、関与した女性秘書ら二人が愛知県警察に地方自治法違反容疑で書類送検されたことを中日新聞が報じた。高須勝次委員長は共同通信の取材に対し、全く知らない。 報道で初めて知ったと述べている。高須クリニック委員長、高須克次委員長より、下記の16件が特許出願され、6件が商標登録されている。ありがとうございます。